ちびまるこちゃん。私が幼稚園児の時に体験した話です。当時私は茨城県のとあるマンションに住んでいました。そのマンションの近くには踏切があり、よくパトカーや救急車が来てはサイレンを鳴らしていました。人身事故多発、注意。 そんな言葉が書かれた看板が踏切近くに立てかけられているのを幼稚園帰りによく見ていました。それほどそこでは人身事故が多かったんです。頻繁にニュース番組で特集されるほどでした。そんなある日、いつものキロを幼稚園に迎えに来た母と手をつなぎ、その日の出来事を話しながら歩いていました。話は弾み、 気がつけばマンション近くまで来ていました。母と笑いながら、そのまま踏切真横のゴミ捨て場を通りかかろうとしたとき、突然、邪悪な何かを感じました。視線。それは私の動きを瞬時に止め、冷や汗をたらりと垂らすほどの嫌な視線でした。 しかし隣にいる母はそれに気づいた様子もなく、依然にこやかに歩いています。こちらを見てる人は誰だろう気になった私は恐る恐る視線の先を見てしまいました。そこにいたのは、傷だらけの少女でした。全身血だらけ。ねじ切れそうな手足からは血が流れ出し、 少女の服を真っ赤に染めていました。髪はおかっぱ、目はうつろ。年は7歳から10歳くらいでしょうか。一部以外は漫画のちびまるこちゃんに格好がそっくりです。関節は逆を向き、立ってるのもやっとな様子でした。顔もボロボロで、口はほとんど形も残っていません。その口がにたーっと と口角を上げクっクックッと肩を揺らしていますこちらを見て笑っている様子でしたゴミ捨て場のその異様な光景は今でも鮮明に覚えていますこの子はなんでこんなボロボロなんだろうというか周りの人はこの子に気づいていないのかな全くそちらに見向きもしない まさか、幽霊かな。怖い。私は怖くなりました。もともとその踏切近くでは良い噂を聞かなかったのです。またあそこで事故が、幼い子が電車に巻き込まれて、サラリーマンが、主婦が、おじいちゃんが、日夜亡くなった方々の幽霊が、 私は、早く帰ろと、母の手を引っ張って、マンションへと走り始めました。ちょ、ちょっと待ってよと、母はよたよたしながら私についてきてくれました。ある程度走った時、後ろをバッと振り向きました。しかし、もうそこには誰もいませんでした。家に着いた時、真っ先に母に尋ねました。 あの踏切横のゴミ捨て場にこういう女の子いたよね。と。しかし母からは、いや、そんな子いなかったわよ。それよりあそこら辺は踏切やその前の横断歩道で事故が多い場所なんだから、いきなり走ったりしたら危ないでしょ。もう、ダメだからね。と注意されてしまいました。やはり母には何も見えていない様子でした。 今でもよくその出来事を思い出します。あの子はなぜ私にだけ見えたのでしょうか私に何かメッセージを伝えたかったのでしょうかそれとも。